静岡市の日本平動物園は絶滅危惧種に指定されているオオアリクイの赤ちゃんが15日に誕生したと発表しました。15日に生まれたのはオオアリクイのオスの赤ちゃんで、体長は39センチ、尻尾の長さは29センチ、体重は2100グラムです。母親ヒナと父親フジオの間に生まれた4匹目の赤ちゃんで、日本平動物園での繁殖は3年ぶりです。日本平動物園によりますと、大人のオオアリクイは単独で生活しますが、生後9ヶ月頃までは母親の背中にしがみついて移動するということで、現在は母親ヒナと一緒に生活する様子が見られるということです。国内の動物園で飼育されているオオアリクイは今回生まれた赤ちゃんを含めわずか16匹で、絶滅危惧種に指定されています。赤ちゃんの名前を園でつけるか公募するかなどは決まっていないということです。